大分市美術館の特別展、いつもいろんなテーマで私たちを楽しませてくれます。今回は猫のアートです。現在開催中の大分市美術館特別展、アートになった猫たち展。浮世絵から現代アートまで、国内外のさまざまなアーティストが描くおよそ200の作品を通じて、猫と人の関わりを探ることができます。会場が猫の作品でいっぱいですね。はい、この辺りは江戸時代のさまざまなこう浮世絵の中に登場する猫、ご紹介しているんですけれども、こちらなんですけれども、歌川広重と浮世絵でとっても有名なんですね、広重の作品です。どこに猫が、あ、窓際に、はい、2階からですね、江戸、特に浅草のこう街の様子を眺めているということなんですけど、眺めているのが猫ということになるんですね。はい、正面向きの猫ではなくて、こう街の方を眺めている猫と、猫の背中越しにこう街を眺める皆さんの視線もとても面白いと思います。日本人だけでなく海外の芸術家にとっても想像力をかきたてる存在だった猫。展覧会では海外アーティストのこんな作品もあります。こちらとビアズリーという画家の作品になります。まあ、この人ですね、イギリスの作家さんなんですけれども、アール・ヌーボーという19世紀から20世紀にかけて、新しい絵画の動きが出てくる頃の作家になります。すっきりとした線、それがですね、こうアール・ヌーボーの表現の特徴ということができると思います。この猫の表情はどう思いますか？はい、ちょっとね、片目だけが開いているような、こう怖いようにも見えますけれども、何かこう不思議な、人を引きつけるこう魅力みたいなものがあるようにも感じます。表情が豊かですよね。はい、可愛らしさ、不思議さを併せ持った猫、その魅力がさまざまなアーティストを魅了し、今も個性豊かな作品が生み出され続けています。こちらはまた猫の表情が可愛いですね。はい、この作品なんですけれども、歌手として有名な八代亜紀さんの作品なんですよ。八代亜紀さんが描いたんですか？はい、八代亜紀さんはですね、二花展という展覧会にも出している、こう洋画をですね、描く作家さんとして有名でありまして、こちら特に猫がお好きということもあって、猫をたくさんいる様子っていうのを可愛らしく描いている作品だと思います。ご来場のお客さんにはどんなことを感じていただきたいですか？はい、さまざまなこう美術の表現あると思うんですね。浮世絵から、それから海外の作家まで、いろんな作品あると思います。猫を通じて美術、さまざまな表現があるんだな、面白いなということをですね、ぜひ、見ていただければというふうに思います。岡村さん、そしてこちら会場の、入り口のところだけはですね、撮影もできますので、そこでですね、変装してぜひ写真記念撮影などしていただければと思います。可愛らしいですね。猫耳をつけてぜひ記念撮影もしてみてください。アートになった猫たち展、皆さんのご来場をお待ちしています。